はい、1年です。今回はですね、西原町にあるキラキラビーチを紹介していきましょうね。西原町っていうとね、県外の人だとあんまり馴染みないかなと思うんですよね。観光地もね、そんなにないですし、まあ近くにもね、あんまりね、観光らしい観光スポットってないんですよ。まあよくね、58号線って言ってね、東シナ海側のところはやっぱビーチもあるし、恩納村とかもいっぱいビーチあると思うんですけど、西原町はね、中部って言ってね、那覇から大体40分ぐらいのところにあるところなんですけど、今回紹介するビーチも、まあ、太平洋側になりますね。あざまサンサンビーチとかあの辺りになるので、まあ、ちょっとサンセットとかではなくて、逆にね、朝とかの方が綺麗だったりとかするような、そんなビーチになります。はい。で、ここはね、まあイメージしてる沖縄のね、なんて言うんだろうな、まあ、すごい綺麗なリゾート感あるビーチっていうようなイメージではないんですよね。どちらかっていうと地元の人たちが多かったりとか、地元の中でもね、まあ、若くて団体でね、バーベキューしに来る人たちが多かったりとかするような、そんなビーチになってますんで、まあ、もしね、県外からね、学生旅行で来るよとかね、団体でみんなで来てバーベキュー、海行きたいよってなった時にね、まあやっぱり予約もまあ比較的取りやすいし、ゴミゴミしてない広いビーチなので、ぜひね、そういった人たちはね、使ってもらえればなと思います。はい。じゃあ早速紹介していきましょうね。今回ちょっと短いんでね、まあ遊泳期間っていうのはね、4月から10月までですね。これはまあ、まあ大体そうですよね、大体どこのビーチも一緒です。で、遊泳時間っていうのが朝の10時から6時まで、これもね、まあ季節によって変動するんですけど、やっぱりあんまり変わらない、ちょっと早いかなという感じはありますけどね。で、利用時間も7時までなんですよ。で、これ利用時間っていうのは、まあ、バーベキューとかもそう全部するっていう感じですね。ビーチ自体も利用時間ですね。で、今見えてるんですけど、ここでバーベキューするんですよ。これぐらいね、東やってた三角のこの吹き抜けの日陰になってる休めるスポットっていうのが広いのはなかなかないんで、結構ね、そういう意味では団体で使えるっていうのではすごいいいなと思いますね、ここは。で、これがずっと先までつながってるんでね、すごいいいですよ。で、新しくできたビーチではあるんで、比較的ね、結構砂浜も綺麗だし、実際ね、ちょっと台風跡とかはね、ちょっと汚くなることもあるんですけれども、僕がね、今回、まあ、撮影行った時はね、やっぱね、砂浜もサラサラでね、すごい水も透明度も高かったんで、まあ、時期にもよるとは思うんですけれども、すごい綺麗で、ここもね、しっかりね、関心もついてて、しっかりされてる、管理されてるビーチなので、すごいおすすめですよ、団体で行く場合はね。はい。で、あとシャワー、トイレ、個室、ロッカー、まあ、売店もありますし、あと、まあ、ちゃんとネットとか今も見えてますけど、関心の方もいて、安心して、ね、遊べるビーチです。ここはね、このビーチの向かい側にね、大きいね、公園があるんで、地元のね、小さい子供たちが来てね、泳いだりとかも結構するので、関心の方々何名かいるんですよ。だから結構安心して行けるっていうのもあるので、家族の方々でね、沖縄の地元感味わいたいよっていう人たちはいいかもしれないですね。で、レンタルも結構豊富にちゃんとされてます。まあ、テーブルとかパラソルとかベッドとかね、あとね、ここビーチバレーのコートがちゃんとあるので、それとあとサッカーコート、ゴールもね、ちゃんとついてることがあって、これ1時間550円で両方借りれるんで、これ結構いいですよね、みんなで来た時に遊べるしね、で、あとは、バーベキューがちゃんとできます。結構ね、バーベキューはね、安いですよ、県内の中では安いです。で、まあ、場所代4000円で借りて、あとは、食事のプランを1人いくらって払うっていう感じなんですけど、まあ、10名以上じゃないと、さっきの見てもらった東屋には止めれないんで、で使えないんですよ。もう10名以下の場合はね、最初のところに売ってたところ、2階の方に展望台みたいなところがあるんですよ、そこのところで少人数の人たちがやるっていう形なんで、そこでやってくださいね。で、まあ、マリンスポーツもちゃんとできます。バナナボートとか水上バイクとかね、今見てもらってるところっていうのは遊泳区域なんですけど、反対側にね、もう一個あるんですよ。ここは遊泳できないんですけど、マリンスポーツがちゃんとできるよっていうところになってて、しっかり分けられてるっていうのも安心できます。結構ね、砂浜ね、僕すごい綺麗だったんですよ。まあ、サラサラでね、見てもらったら分かると思うんですけど、すごい透明度も高くてね、一応県のね、まあこの透明度のランクみたいなものでは、ダブル A 取ったりとかもしてるぐらいなんで、まあ、結構綺麗だと思いますよ、僕はね。はい。で、結構まあ550m ぐらいある砂浜があるんでね、どちらか、まあ、泳ぐっていうだけじゃなくて、
深くはないんですよ。なので砂浜でも遊んでビーチバレーもしてっていうような感じで遊べるような、まあ団体の人たちが結構多いですね。バッターとかもあのクラス会とかね、あとまあ僕はまあ中部だったってのもあるんですけど、うん、まあここでねあのみんなでバーベキューしたりとかっていうのもあるので、ぜひねここではね、まあ団体の人たちはね行ってみてほしいなと思います。はい、じゃあ今回以上になります。このチャンネルではね、あのまあ、ビーチとか、ね、海とかっていうの動画の方が伝わりやすいと思うんで、あのそういったのをあの沖縄の、ね、旅行のスポットだったりとか、まあ、そういったものを発信してます。ぜひあのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。